こんにちはでは今日は右側いきますか。本当にザーッと開けていきたいのでまあまあどっちでもいいんですけど何か交互にいきましょうか今回は。えー X2X2 つの数字のうち一方は色付きますの地雷数もう一方は色なしま2つの数字。どっちがどっちを

そこはちゃんと教えてくれるんだで今度どっちかに1個あるこれはここにはい、えっ、ー、とここに1個あるからここにはないそうするとこれはここに1個あってえー、えわ、ー、かるって言ってんのこれこれわかるのかこのどっちかにありますよ このどこかにありますよとしか言ってなくないあ、違うか。こいつも、こいつがこのどっちかにありますよって言ってるんだから、これはここはないのか。どっちかが0どっちかに、えーと、青が0だ。こことここがないんだ。で、ここには旗が立っている。ってことで、ここの1、どっちがどっちだったか毎回決めとわかんないのかな、これは。ここの青だね。 どどっっっっちちがのののこことを言っっと言ているかかずわらないのこれ数字のあれか小さい方から大きい方に並べてあるだけだから毎回うわー毎回どっちがどっちのマスですかっていうのを自分で記憶してないとわかんないのかここは少なくとも2つ置いてあるからここはないことが決まってこの3か所に1個だけあるよでこれはここにあるので割とでもなんか進めやすいんだね ここに2個あるって言ってるけど、もう、ここにしか入らないので、ここの位置はここのことである。で、この空間に2つあるよって言ってるけど、言ってるけど、ここには1つしかないよと言ってるので、ここと、ここですね。だから、ここはなくて、この辺も決まりそうだけどな。えっ、ー、と。 2、2だから、もうすでにここに2つ入ってるからここはない。ここに1つある。残りのマス数は3。これって <laughs>、かなりこれを使わないと難しいのではここに1つあるよ。ここに1つあるよ。これが言ってるの、あ、これが決まってるのか。これはここ確定なのか。クリックしときゃよかったね。 OK、えー。残り2個がこの2箇所に入る。そうだね。ああ、混乱するな。斜め方向か上下左右のどちらかだけを見てるから、どうなんだろうね。なんか、マインスイーパーが2つ重なってるみたいな感じの変なプレイ感になるね。どっちかが0でどっちかが2である。 これがわからないのか。これがわからないときたか。うん。そうですか。 難しいわね。難しいのかわかんないな。これが少なくともどっちかはここかここに入るって言ってるんで、ここおよびこ、うん、ここのどちらかに関しては、この辺には入ってないよっていうことを言えるのがどっちかなんだけど、これがこっちを指したらここはないけど、ここに関しては、 この辺に関しては、ある可能性があるから、まだ引けないのか。引けないかな。あ、逆か。えっ、ー、と、ここか。これのここを見るんだ。こいつはここに絶対あるよって言ってるのが、これと重複してるが、ここにはいない。で、どっちかが3ですよと言っているが、えっ、ー、と、こっちに3だとここが矛盾するから、 ここに3であるよ。0はこっちだよ。1はこれだよ。この1は1個決まったよ。で2と12がこっちだね。でこの1がこのどっちかだよって言ってるのはこれと同じなのだけど進まないか。 ここに1個ここに1個ってことしか言えてない。えー、これの位置がここ決まったね。残りの1個。ここに1個あるよ。だから、ここにここにはない。これはすごい楽だね。こうなる。で、これが決まる。これも決まるか。どっちも入った。えー、あと、 これか埋まってないマスの色薄くなってないねこれもここここで終わりですね1がここ1がここ01決まる1決まるどっちか分からんここは決まらないどどっち にあるよだからここにはない。いや今ここがどっちかですよ。でこの3箇所のどっかあでもこれがここは指してるからこっちは決まってえー、この3箇所のうちの1箇所だけどこれがここですよって言ってるからここにはない。ここに んで、2、2は、まあ、ここ1個でしょもう1個はこのどっちか。1、2はまだわかんない。0、2だから、えっ、ー、と、0はこっちだ。2決まる。2、2だからここは入らない。こっち入る。2、2だからここ入る。1 2、2全部埋まったのでここはない。 終わりかオッ,ケーオッケー。五か5 × 5ぐらいだったら前回や前回のマインスイーパーで鍛えられたのかわからないけどまだ戦えるね前回は結構クワットとかでいきなりつまずいてたからなどっかにあるよということしか言ってない3うーんと こ,こっちが3だと破しますよねこの子の1位が。だから3あえるのは青色の方でこことこことどっちか。で残りの1位はこいつのここかここなのかここは入ってない2と3。うんとまあ、でもこれも同じでここに2個入るってのはこれがダメだって言ってるのでつまりえ、ね、つまり 3, 3はありえない。でこの2は ここと、ここって入り方になる。3はここです。えー、1と2だけどもすでに2入ってる子がおるので、こうなって残りの1はこの3箇所のどれかだ。はい。えー、今分かっていることはこのどっちかに入るよ。このどっちかに入るよ。このどっちかに入るよ。 このどっちかに入るよこの3か所のどっかに入るこれ決まるか決まるってある <noise> 決まるってあるかなんでここの位置間違えてる。えっとこの3箇所のどこかに入るよか。 この位置はこの3か所のどこかです。ああ。こっちから行けるのか。この位置がこのどっちかだから、ここに入るってのはないこれが正しい図。どっちかに入る。これが、ええー。 こことここのことを指していてでで1と2が生まれたわけでしょ むず <laughs> むずいなむずいなどっちのことを言ってるかわかんないんだよな。 こっちの色が3箇所あってこっちの色が2箇所あるうんこれ1がこれだって ったするとこことここには入んなくてえっ、ー、と仮に仮にこれがこれだとするとこれは入んない入んないでしょでこの3箇所のうちの2箇所に入るといここに入んないからここに入るようになってそうするとそこで終わりそこで終わりかい それれ以上進められる手がないこの色付きの方はここに1個入るかこの2箇所に入るかしか言ってないもんね。 こっっちに旗が入ってたたとしたらこの2がこっちのことになってここは入らない残りの1をこのどっかに入れろってなって <laughs> 決まるもの別になくないか 決まるどっちかに入るど,どっちに入るケースでも別に先に進められることができない。 どうすればいいんだろう仮にこの位置がここだったとしてただこことここは入らないここに入るここに入るよかったねーだよねよかったねーでおしまいだよな成り立つでしょ 残り6個っていうのがなんかポイントなのかないやフリーダムにおけるマスがこんだけあると、あんまり意味がない。どこかのマスがこうだったら、で絶対矛盾が発生するはずなんだけど、それを見つけられないやつ。マインスイーパーの9割はこの時間で解ける。うん。 これ今何問目3問目かやばいな <music> ここしか進める方法がないと思ってんだよね 進め方って全パターン一がここにあるかここいやむずいか。 ダメだなんかう,うまいうまい進め方がないやろうかうんこの1が この薄い色だとして見た世界を考えるそれが何にもならなかったらこの1がこっちの世界であることを考える合計 5, 5パターンでそれぞれに2がどうなってるかの場合が出てくる10パターンぐらいやるのかなパターンとしてはそんぐらいなんだけど1がここだったとしたらこうなって 2はどっちかに入っている。矛盾していることを見逃すというのが一番辛いんだけど、これに対するアプローチはないし、どっかで矛盾が発生するような行動もとってないはず。このままどっちかに置いて、 ここに置いたら2ができてるし、ここに置いたらここに置いて2が完成するよ。それしか言ってない。何も、何も面白くないな、これは。もしも、ここに1があったとしたら、こうな、こうなって、こうなって、こうなって、なんかここが、 ここを進めるメリットがないというか決め手がないなさっきとあんま変わんないここにもしも入ったとしたらこうなってこう,、まあ、そ,うなそうなるよなそう残してるからって感じだもんねそう残してるからそうなるよねってことでうーんそこが1だっ 1がこのマスだったらっていうふうに考えるとどうも進展がないそしたら 1>, 1がここだったら、あじゃ一1がこのマスだとしたら、そもそも1がもう入っているので、こうなるしかないのね。ちょっとここに入って、2がこの3マスのどれかだよっていう3通りの分け方がこの後進むはず。2がもしも、2がもしも、 ここどううしようかなここがなくて、こことこことっていう入り方をした場合、こうなって、こうなって、こうなって、何か矛盾するところがあるかというと、矛盾してるな。ここの11がおかしくない なんか2個入っとるよんということはすでにもう矛盾してたのかこの「1本ですよが」がここのことを指しているとするとこれが矛盾するのかここに入っちゃうから。 これとこれがなんで対応してるんだっけちょっと待ってちょっと待ってなんか前提前提が俺おかしいなんか勘違いしてる勘違いしてるなんかえっとこの一がここだとしたらこの一ももう終わってるので こうなってるはずで、この線ってどっから来たのそうしたらこの黄色の線が俺勘違いしてたんじゃないなんか、あ、母親やね勘違いしたね。<laughs> な、10分ぐらい勘違いしてました。ここの位置がすでに決まっているよねっていう、それだけの話だったよ。なんか、ごめんなさい。<laughs> 勘違いです。の一言に尽きるけど。えっ、ー、と、もう一回書き直そう。 適当にこのボタンを押してたらなんか普通に突破できた場所を悩んでたね。今、うーんと、ここの位置はここのことを指している。まあここ、こここもういけるか。0、2だからここは2でしょ。これが0でしょ。こまで決まる。これが決まる。これも決まる。これも決まる。ああ、なんという無駄な時間を過ごしたんだ、俺は。ははは。 <laughs> クリックしてれば終わってる <laughs> クリックすれば終わってる世界で10分間何もしてなかったここに絶対入るんじゃないかなだってここはうん しかもここももう入らないか。ここに入らなくてここに入るでこのどっちかに入ってるうんーでここの1がこのどっかに入ってるよって言っててここは2だけどねここに1個もなくてもなんか成立するからまだこの辺が決められなくて01 3, 3はもうこの色付きの方のマスでしかもここに1個しか置けないんだからここの2箇所に置かれるこの一はどっちかのことですとこのどっちかにこの3が入るんだからここには置かれないよそうすると0か2ですよ yeah うん一応押しとくか。何もない。ええー、と、考えなきゃいけないやつだ。ここがね、ここが2だったら、ここは0,0,0なんだけど、そうすると、この1がここになって 0, 0、0,0。 この二箇所にだけあってこの辺にはな1個もないえいや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 ここには置くのかこれを頭の中で考えるのはなかなかむずい気がするなもしもここにあった ここにはなくてここの2がこことここになるんだけどしゃならないこの辺はそもそもどっちかだよとしか言ってない 矛盾するかここにあったとしたらここがこうなっちゃってこの2を満たせるのみな満たせるわこうこうのこうってになるかそうするとここの1がここになってここが2になってこっちの2がこうなるうーんうまくいっちゃうやつだね ここにあったとしたらうまくいってしまう。じゃあここになくって、ここにあったとしたら、これが矛盾しないと気持ち悪いんだよな。この一の、この 2, 2通りのどっちかを試してるわけだから。もしもこの青のルートで来た場合、 ここから先決め手がない決めるべきものがない。このどっちかに入ってる、このどっちかに入ってるということしか言えない。ここでさらに、じゃあなんか、角を掘っていかないといけないのかな 01だろうあこの4箇所のどっかに入る可能性があると言ってて2を満たすのが難しい気がするんねんな2を満たすにはこのどっかに絶対ど,どっちかになんか入ってないといけなくてそれが1なんですよね ここがあるから気持ち悪いか。いやでもここが赤の場合はこういう結末になるんここが青だった場合に、ここに2の片割れが絶対こうこうかこうこうで入ってくるから、 ここに入るからこの辺はやっぱ入らないどっち側にしてもかだから赤いルートにしても青のルートにしてもここには入らないっていう結論になるってことなるんだゼロだええーいっと全消し全消し今どうなってます2二 決決ままっっっってる2 3ここちちは2でこっちは3でがじゃん決まったね、OK OK はい大丈夫です不思議な詰まり方をしただけでまだいやー複雑だったなーでもこれこうどっちのことを言ってるんだよっていうのがごちゃごちゃになっちゃってる状況で頭回らなくなるのがなかなかきついですねこのルール。 では。